話って何？お前は父親を探しているそうだな。あんたには関係ないでしょ。関係なくはない。あんた、私の本当のパパのこと知ってるの？だったら教えなさいよ。私、父親に会ったら言いたいことが山ほどあるんだから。うん、見つけたらこの手で殺してやる。それほどまでに父親を憎んでいるのか。当たり前じゃない。パパがママを見捨てたせいで私は不幸になったのよ。ママが病気で死んだ時決心したの。絶対ガラハットにそそのかされてスパイになったのも父親の情報が欲しかったからよ。知ってるなら教えて。ママを見捨てた男が今どこにいるのか。お前の、あ、このディオクレスがお前の父だ。ちょっと何言ってるのよ。私もこの18年間お前の母アヤネを探し続けていた。そしてつい先日、シルディアに潜入したビビからアヤネが亡くなっていたこと、そして娘のお前がシルディアで暮らしていることを聞かされたのだ。アヤネ、ママ、それじゃああんたが。そうだ、お前の父親だ。18年前、旅の踊り子だったアヤネはベスティアを訪れた。その時、私はアヤネに心を奪われた。私は王である立場を忘れてアヤネと愛し合った。でも邪魔になったから捨てたのね。王様と旅の踊り子じゃ身分が釣り合わないもんね。違う、私は真剣にアヤネを愛していた。嘘よ。だったらどうしてママを捨てたのよ。ディオクレスは悪くない。俺がディオクレスとアヤネを引き離したんだ。え？当時のベスティアでは獣人と多種族の者が愛し合うなど許されることではなかった。まして王であるディオクレスがそのようなことをした事実が発覚すれば、立場を危うくする大問題になりかねなかった。私は王座などどうでもよかった。ああ、ディオクレスはアヤネのために王座を捨てる覚悟をしていた。だがそれを知ったアヤネは苦しみ悩んだ。自分のためにディオクレスが王座を追われ、ベスティアが混乱する、そんな罪深いことが許されるはずがないと。悩んだ末、アヤネはディオクレスの名誉を守るためベスティアから密かに姿を消す決意をした。俺はアヤネに頼まれベスティアから出る手引きをした。その時すでにアヤネのお腹の中にはマオがいたんだ。ということはマオさんのお母さんは捨てられたわけじゃ。ああ、アヤネが自分から身を引いたんだ。だからディオクレスは悪くない。分かってくれマオ。でも思い出せマオ、アヤネから一度でも父親の悪口を聞いたことがあるか。もういいヴォルム、理由はどうあれ結果的にアヤネとマオを見捨てることになったのは事実。恨まれて当然だ。しかしディオクレス、マオよ、
殺したければ殺すがいい。それがお前とお前の母を不幸にした愚かな父にできるせめてもの償いだ。当たり前じゃない。あんたのせいでママと私は。やめるんだ、マオ。私はずっと父親を探していた。見つけたら絶対に殺してやるって。でもできるわけない。自分の父親を、ママが愛してた人を殺すなんてできるわけないよ。ママはいつも話してくれた。あなたのお父さんはとても立派な人なのよって。私はそれを聞いて、パパはどんな人なんだろうっていつも思い描いてた。やっと会えた。やっと夢が叶った。パパ、会いたかった。それは輝く黄金のたてがみ。我ら獣人族の神、聖獣神の血を受け継ぐ者の証。我が娘よ、お前は間違いなくベスティアの王女だ。魔王。さてと、神竜のところに行こうぜ。
宿命ならば